だけど他の配信でさ、例えばなんだろう、剣持のとこ行った時とかさ、みんなめっちゃ優しい。まあ、剣持には厳しいんだけど優しい。チャイカさんのとこ行った時もみんな優しいんだよ。ムンブロで配信した時とかも優しい。いやー、ゲストにやっぱりみんな甘いんだな。優しいよ、他のところ。特殊だねー。なんかいろいろあるよな。まあ、私のリスナーさんって言ったら、優しい感じの、なんだろう。どっちかっていうと、どっちかっていうと優しいというか、まあ優しいんだよ。偉いみたいな感じで。で、逆に佐々木見ると結構厳しかったり。でもまあ、まあでも優しいか。そのギャップがめっちゃあるな。甘い感じだね。ツンデレみたいな感じだな。そう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 、愛あるやつで、剣持は面白い厳しさで、リリマも面白い。リリマんとこはなんかマジ現実的な感じで面白いよね、結構。いや、はいはい、またクロちゃんみたいな。大人な感じで、いや、リリマんとこマジで面白いからね。一回マジで VTuber っぽくないんだよな。はい、クロちゃん。すぐ嘘だって決めつけるからな。いや、めっちゃ面白い。リリマ面白いよね。うずこも結構、まあでもなんか、厳しいけど、あ、わかるみたいな。なんだろう、似たもの。うずきと似た者同士みたいな感じかな、イメージは。あ、すずさんありがとうございます。